瞬きもせずは、つむぎたくによる日本の漫画作品、別冊マーガレットにて連載された。1987年9月号から同年11月号までに第1章が掲載され、後に1988年6月号から1990年4月号まで第2章が連載された。山口県を舞台とし、主人公のオバマカヨコとサッカー部の紺野義博との恋愛を中心に、 家族の問題、友人の問題、深度の問題、地元に対する鬱屈した感情など多感な時期を田舎のゆったりとした時間の中で過ごす高校生の日常を描いている。セリフは前編山口弁で書かれており、主人公達が通学する豊川高校のモデルとなった高校は山口県立山口高等学校である。本作品の執筆については作者のつむぎが 修学旅行で訪れたことのある山口を再び訪れた際に空の青さや山々の美しさに感動したことがきっかけになったといい木漏れ日が反射する感じでビジュアル的に飛び込んできちゃって描かずにはいられなかったと語っている作者は神奈川県出身だが連載時には取材のために山口の高校に通いサッカー部の練習や試合にも帯同したまた 連載終了後も山口沖に入り3ヶ月ほど同地に住んでいた。本作品は少女漫画の世界に地方社会を取り入れた記念碑的作品とされており、漫画家の倉持ふ子は自身の作品天然、小結行についてあの作品はつむぎのおかげで発表できたんですよ。方言を使う決断ができたのは先につむぎが山口県を舞台とした。 瞬きもせずで成功してたから、母の田舎を出してもいいなって思ったの、と評している。漫画原作者で批評家の大塚英治は、本作品の結末について、外へ取り出すする明瞭な意志のないままむしろ、流されるように東京へと旅立ち、短期間で戻り、そして大人の自分を受け入れる。ホットロードが通過儀礼によって、彼らの物語が始まる物語だったとすれば、 これは彼らの子供じみた夢や希望が終わる物語なのだ。主人公が選ばれし、存在として外へと旅立っていく、形の物語はドラマとしてたやすいが、凡庸さの中に着地する物語はひどく難しい。紬むは例外的にそれを可能にしていると評している。山口県に住む高校1年生のオバマかよ子は、 同じクラスで、サッカー部の紺野義弘に告白され交際を始める。好意を寄せ合いながらも、素直に気持ちを表すことができず、すれ違う二人だったが、友人の藤井びっ子や水谷テルヤの協力もあって、徐々に信頼を深めていく。高校二年生になり、かよ、この兄、次男の家で、友人の輝きなりと女子大生の交際、修学旅行などで慌ただしくなる。かよ子は、 自分の住む小さな町の高校生の多くが卒業後は県外に出ていくという状況を気に留めず、1日1日を過ごしていたが、選択の時が近づきつつあることを感じる。一方、国立競技場でのプレーを夢見て、サッカーに情熱を傾けていた今野は、やがて東京への憧れを抱くようになり、高校3年生になると卒業後の進路として、サッカー部のある、 神奈川県の工場への就職を決める。カヨ子は都会への憧れと、生まれ育った土地への愛着とで気持ちが揺れ動くが、今野と行動を共にすることを望み、家族の反対に会いながらも、東京の短大へ進学することを決める。卒業後、カヨコと、今野は、東京へと向かい、高校を中退して一足先に、東京で生活を始めていた、明らなりと再会する。 新しい生活を始めた矢先、かよ子は母が倒れたという知らせを聞くと、傍教の思いを募らせ、短大を辞めて山口へ帰郷する。一方、今野は就職先のサッカー部からさらに上のレベルのチームへ昇格できた者は誰一人いないという現実や、社会人としての生活に追われるうちに、サッカー選手としての夢を諦めていた。 それぞれの道を歩き始める二人だが、やがてお互いの大切さを再認識すると、コンノはテルヤに自分の生まれた町でかよ、子と共に生きていくという決意を伝えて、山口へと帰郷する。カヨコは地元の短大に編入し、コンノは実家の花屋で働きながら子供たちにサッカーを教え、二人が交際を再開するところで、物語は終わる。オバマカヨコ物語開始時高校一年。 中学時代は陸上部だったが高校に入ってから始めたテニス部でビッコと仲良くなり、その縁でコンロやテルヤたちと知り合う。男子に慣れていないこと、町から離れた場所に住んでいること、自分の家族のことなどに漠然としたコンプレックスを感じていたある日、突然コンロから告白され付き合うことになる。家族は父、母、祖母、兄、長男と次男の6人暮らし。 姉の桃子は就職して、実家を離れている。今野義弘物語開始時高校1年。サッカー部員。性格は明るく、いつも笑顔を絶やさない。中学時代からサッカーに打ち込んでいて女子に、興味のある素振りもなかったが、高校1年の夏に、ほとんど会話もしていなかったか横に突然告白し、付き合うことになる。1年の時からサッカー部のレギュラーで、ポジションはフォワード。 高校2年の秋からはキャプテンを務めた。実家は花屋を営んでいて、父親は長期入院中。母、妹と3人暮らし。藤井ビッコ通称、ビッちゃん快活で他人思い。かよ、こと入学早々親友になった。今野や、輝きなりとは、同じ中学出身で、男女関係なく、仲が良い。かよ、 ことコンノの中を取り持ち、その後も良き相談相手となった。テルヤに対し方思いをしているが、気持ちを隠して明るく振る舞っている。水谷テルヤ茶髪に、パーマ、いかにもやんちゃな風体で、よく女子に声をかけたりしている。実家は喫茶店を営んでいる。コンノとは、中学時代から大の親友で、コンノとか横を付き合わせるために根回しをしたり、 本野の恋の相談相手になっていた。東京から来た女子大生と恋仲になり、それがある事件を引き起こす。後に高校を中退して、東京へ、美濃はサッカー部監督。山口の出身で、学生時代は東京のサッカー競合校へ、越境入学し、ジュニアユース代表に選ばれた経験がある。東京の高校で監督を務めていたが部員とトラブルになり、 本のールが2年生の時に、豊川高校の監督に就任した。方にはトラブルの際に負った大きな傷がある。サッカー部員を自分の手駒のように扱い厳しく接していたが、徐々に寛容さを見せるようになる。愛、下竜にサッカー部員でポジションはミッドフィールダー。かよ子たちの1年後輩。ミノワが監督就任の際に、 地元の有望選手の中から引き抜いてきたうちの一人、ぶっきらぼうな性格で、監督の身の輪ともたびたび衝突をする。今ロのことは、にやけたやつと考えているが、一方で信頼もしている。オバマ・カズオカよ、この父、長男と共に、自動車販売店で整備士を務めている。田舎の木のいい親父の風体だがデリカシーに欠ける面があり、末っ子のかよ、子に何かとちょっかいを出している。 かよ、こと今野との交際や、東京行きについて一貫して、反対の立場を取る。オバマ埋めよかよ、この母で、彼女の理解者の一人。過労気味で、ベニエール病を患っている。かよ、この東京行きを最終的に容認するが、彼女が旅立った後に、心臓の病で倒れた。オバマ長男かよ、この兄で長男。父の自動車販売店で整備士として働いている。 オバマ次男かよ。この時系で一つ年上。工業高校に通っている。田舎を嫌い、都会に憧れている。親に反発したり家出をしたりする、オバマ家の問題児であるが、かよ子には優しい2位。認知症になった祖母が自分の存在を忘れてしまっていることに少し傷ついている。オバマ桃子かよ。この姉。就職し実家を離れており、結婚し一時をもうけている。 オバマツルカよこの祖母。認知症を患っており、次男のことをよそのこと思い込んでいる。制作中で登場する歌手。コンノとかよ、子が彼の歌を聴くシーンや高校3年の夏に地元で行われたコンサートへ行くシーンがあり、コンノが卒業後の進路を選ぶ動機の一つとなった。監督、コンノの就職先のサッカー部のトップチームを率いている人物、昇格する。 可能性もなく、娯楽として、サッカーに興じる下部チームを売れている。作品内には、山口県内の繊細な田舎の風景が登場する。ただし、施設名について言及されることは少なく確認できる。ものは、山陽本線岩国駅、岩国城、山陽本線おこお駅などである。このうちの岩国市の施設に関しては、かよ、こと今野の,のデートスポットとして描かれているものの両者が、 岩国に在住しているとは明示されていない。かよこらが修学旅行から戻る際に新幹線の車内で岡山の次は、おごりというアナウンスを聞き聞きをしたことを実感するシーンや小浜家がおごり駅からさらに電車を乗り継いだ5つ先の駅の近辺にあることを示唆するシーンがあり、作品の主な舞台がおごり周辺に存在することが暗示されている。また、 豊タ王高校の所在地については実在の地名ではなく中央市という架空の地名が用いられているが、かよ、この実家から自転車で40分かかる場所にあること、普通化と商業化が併設されていることが明示されている。すべて周永者から観光。2013年12月時点では、紙媒体はいずれも絶版。1988年4月発売 ISBN。 4から08から84 9384から2989年3月発売 ISBN4 から08から84 9499から7989年6月発売 ISBN4 から08から84 9530から6989年10月 発売 ISBN4 から08から84 9578から01990年2月発売 ISBN4 から08から84 9623X1990 年6月発売 ISBN4 から08から84 9661から2990年9月発売 ISBN 4から08から84万9688から4999年3月23日発売 ISBN4 から08から61万7465から0百9 9 9年3月23日発売 ISBN4 から08から61万7466から9999 99年5月23日 発売 ISBN4 から08から617467から7999年5月23日発売 ISBN4 から08から617468から二2 0 0 3年2月発売 ISBN4 から08から 106346X2003 年2月発売 ISBN4 から08から106354から 例2003年3月発売 ISBN4 から08から 106,363X マーガレットコミックス全7巻と同構成の電子書籍がマーガレットコミックスデジタルより刊行されている。ありがとうございます。